これから、ブロイユサバー、シングルカットされて、MV が出るんだぞ。君はこの3人の色切ないに耐えられるのかなもうテンションがおかしいよ、耐えられないよ。CDTV ライブライブの4時間半にわたるパワーソングフェスが、本番直前のショットで実況されていました。このフェスには、数々のアーティストが出演し、観客を魅了しましたが、特に注目を集めたのは、ナンバー、I のパフォーマンスでした。 4時間半もの間、音楽の力に包まれる喜びを味わった。それが CDTV ライブライブだ。興奮と感動が交錯し、エネルギーが溢れるパフォーマンスが続々と登場した。番組では、数々のアーティストがスポットライトを浴び、視聴者たちを圧倒した。特に、ナンバー、愛の登場は待ちに待った瞬間だった。彼らが、ブロイワカバーをテレビ初披露するということで、ファンたちは期待に胸を膨らませた。そして、 その期待は決して裏切られることはなかった。ナンバー・アイはブロイワカバーをフルサイズでテレビ初披露し、視聴者を圧倒しました。彼らのパフォーマンスは感動的で、音楽の力を改めて感じさせるものでした。垣根を越えてエールを送り合い、音楽の魔法が現れた瞬間でした。視聴者はナンバー・アイの魅力に釘付けになり、画面から目が離せませんでした。ナンバー・アイのパフォーマンスは、照明や演出。 カメラワークなど全体のクオリティが非常に高く、視聴者に強烈な印象を残しました。彼らは音楽を真剣に考え、その情熱が伝わってきました。彼らのダンスや歌唱は非常に洗練されており、これまでのレッスンの成果が如実に現れていました。ブローイワカバーのフルサイズでのパフォーマンスは、視聴者に没入感を与え、美しいひとときを提供しました。彼らの音楽は、多くの人々を魅了し、 彼らのファンにとっては待ちに待った瞬間でした。CDTV のスタッフに感謝の意を示す声も多くありました。彼らの演出は、ナンバー、愛の世界観をより一層引き立て、視聴者を魅了しました。特に、照明やミストの使い方は、雰囲気を盛り上げるのに一役買いました。ナンバー、愛のパフォーマンスは、視聴者に強烈な印象を与えました。彼らの音楽は、今後もさらなる期待を抱かせるものであり、 多くの人々が彼らの活動に注目しています。彼らのパフォーマンスは、単なる歌唱やダンスにとどまらず、音楽が人々をつなぎ合わせる力を体現していた。観客たちは音楽の魔法に取りつかれ、一体感を共有した。垣根を越え、エールを送り合う姿が、まさに音楽の本質を象徴していた。ナンバー、愛の演奏に身を委ねると、画面から目が離せなくなるほどの魅力に圧倒された。彼らのステージは、 ただの音楽パフォーマンス以上のものだった。息を呑むような照明とミストの演出が、その空間に神秘的な雰囲気を醸し出していた。また、彼らの繊細な表現力も魅力の一端だった。彼らの歌声とダンスは、視聴者たちの心に深い感動を呼び起こした。それは単なるエンターテイメント以上のものであり、真に心に残る体験となった。番組終了後、視聴者たちはその余韻に浸りながら、 彼らのパフォーマンスについて熱く語り合った。それぞれが感じた感動や興奮を分かち合い、彼らの音楽がもたらす魅力について語り合う場面が広がった。CDTV ライブライブが提供し過去の素晴らしい体験は、ただ単に音楽のパフォーマンスを楽しむだけでなく、音楽が人々を結びつけ、感動を共有する力を改めて実感させてくれた。これからも、さらなる感動と興奮が期待される。あなたは、 次なる音楽の旅に参加する準備はできているだろうかあなたの最近の音楽体験は何ですかあなたが心から感動し、一体感を味わったライブやパフォーマンスはありますかそれがどのようにあなたの人生や視点に影響を与えましたかその感動を共有し、音楽があなたの生活に与える影響について考えてみましょう。最後に、ナンバー、愛の素晴らしいパフォーマンスによって、視聴者は息を呑むほどの感動を味わいました。 彼らの音楽は心に響くものであり、これからも彼らの活躍に期待が高まっています。あなたはナンバー、愛のパフォーマンスを見てどんな感想を抱きましたか彼らの音楽はあなたにどんな思いを抱かせましたか彼らの今後の活動に期待していますかそれとも他のアーティストの活動も気になりますか音楽が人々に与える影響についてあなたの意見をお聞かせください。 もし可能であれば、新しい音楽の発見やライブイベントへの参加を通じて、あなたがどのように成長し、変化してきたかを振り返ってみてください。音楽があなたの心に与える影響は、時には予想だにしないものであることがあります。そして、その影響はあなたの生活や関係、また自己認識に大きな影響を与える可能性があります。また、 あなたの周りの人々やコミュニティとの音楽を通じた絆についても考えてみてください。音楽は言葉や文化の壁を越えて人々を結びつけ、共通の経験や感情を共有する手段となり得ます。あなたの周りの人々と音楽を通じてつながり、共有した喜びや感動は、あなたの人生における貴重な記憶となるでしょう。あなたの将来の音楽体験や目標についても考えてみてください。 新しいアーティストやジャンルを探求することで、さらなる成長や発見が待っているかもしれません。そして、自分の音楽の好みや関心を追求することで、より豊かな人生を送ることができるかもしれません。音楽は、私たちの生活に深い意味をもたらし、私たちの感情や経験を豊かにします。そして、CDTV ライブライブのような素晴らしいイベントは、私たちにその力を改めて思い出させてくれるのです。 では、次なる音楽の冒険に出発しましょう。あなたの人生において音楽が果たす役割や影響について、自分なりの見解や経験を共有してください。また、将来の音楽体験や目標についても考え、それに向けてどのように行動するかを考えてみましょう。待ってみんな落ち着いて。